はフラッシュです。撮り直し、さっき撮った収録音が入ってなくて、知らない間に収録音がないってことに後で気づきまして、これはテイク2になるのかな。テイク2のブラッシュでございます。今日はですね、ラジオじゃないな、今日は、ダイエットについてですね、話していきたいかと思います。まあ、昨日まで日本一周のことをですね、完結しまして、まあ、新しいことをやっていこうかなという試みで、今日はブラッシュ流ダイエット法ということで、話していきたいかと思います。もうテイク2で同じことをね、また話すのかっていうところの状態で、今もう一回同じことは言えないなと思いながら話していきたいと思いますね。まあ、僕がですね、ダイエットっていうことが流行ってた頃に、まあ、よくあったのがですね、ダイエットしたいみたいなね、声を聞きながら何のためにするんだろうなっていうのがよく分かってなくて、なんていうんですかね、まあ、僕は小学校の頃から結構運動を、ね、野球をしてたんですけれども、体をやっぱり鍛えて、鍛えるのがなんか当たり前のような、まあ、時代だったんですけれども、まあ、その頃ですね、昔のなんかプールで泳いでる写真を見たら、小学校5年生ぐらいかなの頃の、体が乗ってて、もう全然腹筋がね、もう割れてると、すごいなと思う。後から見返しても、まあ、多分栄養が足りなかったんだなみたいな感じなのかな、今見てみると。まあ、そんな感じの、状態で、まあ、ダイエットの話を耳にしながら、やってたというところで、まあ、今になってですね、いろんなダイエットの情報とかもありますけれども、まあ、そこを踏まえた上で、ダイエットについてどんなものかなというところの、まあ、僕が考えてきて、やってきた、方法をですね、これをやったら、まあ、ダイエット成功するっていうことに近づけるんじゃないかなということを、お話ししていきたいと思います。まずですね、まあ、僕が思うに、ダイエットっていうのがどこまでがダイエットなのかなというところを考えてまして、体重がね、1キロ減ったらそれがダイエット成功なのかと、もしくは体重は増えるけれども、見た目の首周りがね、細くなった、二の腕周りが細くなったとか、足の太もも周りがね、細くなった、その見た目の細さ、見た目がね、シャープになったことがダイエット成功なのか、まあ、そういったところもずっとね、ここも僕38なんですけど、38年間、まあ、たまに考えたりして、やってきたんですけれども、まあ、何をもってダイエットが、うまくいったっていうのが、まあ、よくわからないまま生きてきたなというふうに感じております。で、まあね、そろそろ、まあ、夏が始まるからダイエット始めようかなとかね、正月明けだからダイエットしてみようかなとかね、ちょっと増えちゃったなみたいな、そういう話、夏休み明けだからとかね、そういった時に結構耳にするんですけれども、それはもう毎年のループでございまして、まあ、どうやったらいいのかなっていうところを、まあ、僕なりにですね、解説していきたいと思います。で、まあ、小さい頃のお話ではありますけれども、まあ、よく耳にした最初のダイエットっていうのがリンゴダイエットですね。リンゴをすりおろしたり、もしくは、まあ、朝食でリンゴ丸々1個がいいよとかね、そういうことが流行った小学生時代の、まあ、ダイエット方法かなというところがありましたね。まあ、あれは今考えてみたら、まあ、栄養がそもそもなくなるので、無駄なついてる脂肪が栄養として体の中に取り込まれるときに、まあ、脂肪が分解されて、まあ、通常の、まあ、それが行き過ぎちゃったら栄養失調みたいな感じになるのかなというダイエット方法だったのかなというふうに今ならね、思いますね。で、もう一つが、ちょうどナタデココがね、ダイエットじゃないですよ、ナタデココが流行りだした時代がありまして、早く噛んだらプチって切れるんですけれども、ゆっくりじわーって噛んだら、なんかプラスチックみたいな、ゴムみたいな感じになる、ナタデココっていうね、フルーツなのかな、あれは何なんだろうな、こんにゃくみたいな、いや、こんにゃくではないな、まあ、ゼリーが固めなゼリーですかね、表面が固めなゼリーみたいな、食べ物がね、流行った時代にあったのが、あとはヨーグルトですね、ヨーグルトダイエット、
で、そのヨーグルトダイエットはなんか今でも若干あるのかなと思いますけれども、なんかヨーグルトの元になるヨーグルト菌かなんかね、そういう菌糸ですね。そのヨーグルト菌をなんか自家製でなんか水に入れつけとくとか、牛乳につけとくことによって何日か後にちょっと酸味が出てくるんですよね。そのヨーグルト菌が作ったヨーグルト、これがなんかダイエットにいいみたいだよみたいなのが流行ったのも懐かしいなと思いながらね、ありましたけれども、まあそういう食べ物に関してのダイエット方法とかはありましたね、昔は。またもう一つ、運動系と呼ばれる方でございまして、まあそうですね、有酸素運動っていうのが流行りましたね。きつくない運動をちょっと長時間長めにすることによって体に負荷がね、急にかからずにじわじわと汗がかくぐらいの方法がいいよっていう、そのダイエットの方法が流行った時期もありました。まあ、それに似てるのがデュークさんですね。デューク統合はゴルゴ13か。デュークさんだったかな。ウォーキングのね、新しいウォーキングの仕方で、こういうウォーキングがいいよとか、それからまあ出てきたのがこのブートキャンプっていうね、軍隊の、トレーニングを取り入れた、あれは何て言うんだろうね、そう、サーキット風のね、この次はこれってリズムに合わせてだんだん踊っていく、そういうダイエット法というか運動のダイエット法ですね。そういったものもなんか出てたなっていうのは見てましたね。僕はそのダイエット方法全部やったことはないんですけれども まあどこをもってダイエットっていうのかっていうところで、まあ僕が思うダイエットっていうのは、まあ例えばですね、痩せるだけ痩せて二の腕がね細くなったよっていうけど、ふくらはぎがね、ふくらはぎは大きいなとかね、くびれができたよーって言っても、なぜかくびれはできたとしても、もう全部ね、なくなるところはなくなっちゃったよみたいなね、感じの方法があったりもしますけれども、やっぱりその適材適所じゃないですけれども、その方の体型に合った、まあへこむところ、無駄なね、脂肪っていうか、もういらないものはそぎ落として、で必要な、まあ、筋肉だとか、まあ、筋肉っていうのかな、筋肉だったり、ここの脂肪は落としたくないっていうところは残しつつ、締まった体にして、いくっていうところが、まあ、ダイエットの成功なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってまして、僕流の、負荷もね、そんなに感じずに、日常ですね、皆様が寝て起きて、歯を磨くぐらいの、歯磨きぐらいのね、感覚の、運動というか、ダイエット方法を身につければ、全然気にせずに、いつの間にか体は維持できるっていう方法を、お話ししていきたいと思います。これはもう僕が体験談なので、まあ今までやってきたもので、まあそんなに、僕身長171センチなんですけれども、最高も体重でいけば、84、5キロぐらいかな、86キロぐらいかな、そこまでいったかなぐらいまで体重でいけば、なったことがありますけれども、それはもう思いっきりパワートレーニングで、そこまでいったということがありましたね。でそれから、まあ、一気にこう痩せたっていうのは、運動をやめてから60キロ前後まで、体重落ちちゃってガリガリになったこともあるんですけれども、まあ、今は、まあ、平均70キロ前後かな。今171センチ70キロ前後ぐらいですね、今も。まあ、そこら辺が前後でずっと維持はしてきてます。で、まあ、思いっきり、まあ、運動してる頃でも、68キロぐらいが多分ベストというか、結構絞ってきたら、まあ、体重はある程度締まってきますけれども、まあ、70キロ前後で、まあ、そんなに、まあ、無理な食生活もしてないですし、無理な運動もしてなくて、まあ、ある程度、まあ、維持できるということをですね、ことっていうか、今そういう状態なんですけれども、まあ、どうやったら、まあ、ブラッシュ流の、まあ、ダイエットがそういうふうになるのかと、無駄な脂肪を減らせるのかっていうことをね、話していきたいかと思います。まあ、今日はですね、これからその話を、この続きを聞きたいかどうかですね。
そんなブラッシュがやってる今の、ダイエット法、この話の続きを聞きたい方はですね、コメント欄に、聞きたいということを入れていただいて、その方が、聞きたいなっていう方が5名以上いたら、何をやってるのかどうやってるのか、ダイエットにどういうふうに思って今まで取り組んできたのかとか、そういったところをですね話していきたいと思います。ということで、もしよければ YouTube のコメント欄にこの続きが聞きたいという方が5名以上いたら、毎日僕は YouTube 上げてるんですけど、次明日ですね上げるまでに5名いなければもうダイエットの話はこれで終わりたいと思います。次のジャンルの話をしていって、まあ、コメントがいただければ、どうやったのかと、どうやってるのか、またどういうふうにやるのがいいのか、まあ、僕だけの体験を通じて、まあ、皆様ができる範囲はこういうのがいいんじゃないかっていうご提案とかもした話もねしていこうと思いますので、今日はこれで、トークの配信はテイク2なんですけどね、さっき話した内容と全くまた違うんですけども終わりたいと思います。ちょっとショック受けてますけどね。ということで、私ブラッシュがポエムをいただいて感動した、その感動を一人でも多くの方に、伝えたいということで行っている活動を行ってますブラッシュと言います。今日はこれで YouTube の配信終わりたいと思います。ぜひコメントお待ちしております。ブラッシュでした。強く持つ何もないところから始まり、また一から何かを想像、日々積み重ねる動きそのものが今を生きる力に変わる、それも本能的。